皆様、お元気でいらっしゃいますか松山千春です。今回も札幌の STV ラジオ第3スタジオからお届けさせていただきます。まあ、この頃はですね、ニュース、まあテレビ、ラジオ、いろんなニュース、冒頭はですね、やっぱり新型、 コロナウイルス感染症それもデルタ株からオミクロン株にまあ変わって感染が拡大しているんでついになあ今日はこれ1月23日なんと言っても f m ファイ5と STV は生で放送させて いただいてますから、新規感染者が国内で5万人を超えたということで、一体いつピークを迎え、また封じ込めていけるんだろうか。まあデルタ株の時にはね、本当にワクチンが高層してぐーっと下がったんですけど、オミクロン株 まあ今ほとんど入れ替わってですね。まあ感染力が非常に強い。まあしかしながら、うーん、まあ重症者は出にくい。と言っても、感染者がこんだけ多ければな、当然、重症、中等症、まあの方も増えてくると思いますんで、ぜひとも、うーん、まあワクチン、薬、 まあ、もっともっと早くっていう気持ちはありますけどね。我々ができることは、やっぱり、マスクして、まあ、手洗い、うがい、そして、大人数で集まって飲食をしない。これをやっぱり徹底して守っていくしかないですね。 まあ、各都府県には、まん延防止等重点措置。まあ、これが出されてますけど、ちょっとあの、まあ、中途半端じゃ中途半端で、これは、その、飲食店をやられてる方々もね、うーん、ああ、うちの県はいいんだ、みたいなね。ああ、うちんとこは何、酒もダメか、とかね。 日本はいつからこの合衆国になったんでしょうかと思うぐらいね。やっぱりリーダーは国なんだからさ。まあ各都道府県のね、知事に、えー、その場その場で対応をお願いしますみたいなね。これ合衆国だろう。やっぱり日本はな、民主国家であり、自由主義経済で、なあ、高級平和、 を願う国だからな。うん、やっぱりそのこと、やっぱり47都道府県、まん延防止と重点措置にするか、思い切って緊急事態宣言。もちろんこれで、まあ私たちもそうですけど、商売をやられてる方は、いや、それだけは勘弁してくれ。ねえ、俺給付金が出るかどうかもわかんないような。 ねえ、そんな中でちょっとそれは勘弁してもらいたいとは思うんだけど、しかし、本当に感染拡大があまりにも急速なので、だからこそ、緊急事態宣言みたいのをバンと出して、なあそして、もう、ピークアウト。早くさせる。まあそういうとも、 あるんじゃないかなと思いますからね。各都道府県のねえ、知事さんに、自分のところは自分で何とかしてくださいね。ではね、なかなかノーミクロン株退治は、うん、できないんじゃないかなとは思いますが、とにかく我々は、あんまあ、書かないよう。 もうこれ、かかってしまったとしても別に恥ずかしいことでもありませんし、かかったんならかかったで、ちゃんと治療、なあ療養してもらいたいと思います。さて、まあ1月23日の放送なんですが、私、まあ、昭和52年、1977年、1月25日に、 旅立ちという曲でデビューさせていただきました。あれから丸45年間歌い続け、今度、まあ明日明後日からは46年目に向かおうとするわけですが、今日はね、うん、ちょっと、まあ番組時間が足りないぐらい、 いろいろ喋りたいことがいっぱいありましてね。なぜ私がそのフォークソングと出会ったのか。俺ね、ガキの時はね、それはその橋、橋幸夫さんとかさ、船木さんとかな。ねえ、もう、西郷さん、ねえ、三田明さんとかな。あと、グループサウンズがいろいろあったりとかね。 あの、そういう形で、普通に、あの、少年としてね、なあ、まあレコード、当時はレコードだからな、レコード聴いたり、まあテレビ、ラジオで流れてくる音楽、あ,あ、いいなあみたいな感じで思ってたんですよ。ところがですね、うん、小学校の時にね、うちの姉ちゃん、 ねえ、姉ちゃんがその、アメリカのフォークソング、というやつに、ちょっと興味を持ちましてね。ちャルねえ、グループサウンズもいいけど、フォークソングって今アメリカで流行ってんだ。これ結構面白いと思うよ。 俺はフォークソングって、ええー、一体どんなもんだろうみたいな感じでね。で、同級生の、三原義孝。ねえ。まあ、うちの貧乏なうちから比べて、あ3、4軒離れてたかな。三原さんのうちは、なあ、ちゃんとした家だったからな。そして、兄ちゃんが、義孝の兄ちゃんが、 フォークソングが好きで。俺はそこで初めて、なあ、フォークソング、というものと、出会った。いわゆる PPM とか、ザーズフォ4とか、なあ。それから、おお、フォークソングって、うん、面白そうだななあ、フォークソングって一体何なんだって話になるだろう、当然な。 これはね、みんなも、まあ、学校で習ったと思いますけど、まあ、アメリカ、新大陸発見。1492年に、コロンブスによって。なところが、コロンブスが発見したのは、実は新大陸ではなかった。本当はその後、アメリゴ、ベスプッチ。彼が、新大陸を発見した。 また、他の説も、いろいろあるんだけど、まず、アメリカ大陸、発見されて、東海岸、いわゆるニューヨークとかワシントン、なあフィラデルフィア、東海岸が、まず、開発されていった。まあそして、イギリスから、スペインから、ポルトガルから、フランスから、イタリアから、いろんな、 人たちがね、新大陸に夢を持って、やってきた。そして、1800年代に入ってたら、まあみんなもう、新大陸であんまりいいことなくて、疲れ切った時に、サンフランシスコ、いわゆる西海岸で、金が取れた。な、ゴールド。金が掘り出せる。 と言って、東海岸にいた連中が、サンフランシスコを向かって、どんどん、な行った。で、金を採掘しようとして、みんな頑張って働いた。ところは、金はなかなか、出てこなかった。まあ、掘り尽くしてしまったということもあるのかもしれないけど、金が出てこない。そんな中、 多くの労働者たちが焚き火を囲んでまあ晩飯一日の疲れをとるようにそんな中一人の男が歌を歌い出したふるさとスコットランドの歌またあっちからはフランスの民謡 イタ,リイタリアの民謡。これをみんなが懐かしいな。俺たちの故郷は今元気でやってるだろうか。と言いながら、労働の疲れを取るように故郷の民謡を歌い始めた。それが アメリカのラジオ局にリクエスト、どん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 来るようになった。これがフォークソング、いわゆる民謡の始まりです。その後、ウッディ・ガスリー、ピート・シガーという、いわゆるシンガーソングライターが出てきて、ギター一本で、 いわゆるフォークソングの原型ですよね。なあ。今までは民謡だったんだけど、さらにシンガーソングライターが出てきて、フォークソングという一つのジャンルが出てきた。それがアメリカの大学のキャンパスで流行るようになってきた。その時にはもう、 フォークソングというのは一般市民にも慕われるようになってきてました。そのフォークソングを俺は吉高の家で聴かされたし、また姉のエリコからも聴かされて すごい、うん、もう本当に新鮮に感じて、いっぺんにフォークソングの虜になりました。ペディ・ウエスト。まあ、ヘディ・ウエスト。彼女が1961年に発表した曲。 それを2年後63年に PPM がまあカバーしたフォークソングが一大ヒットしましたタイトルは500マイルも離れて ppm, ピーターポーランド周りね、えー、500マイルも離れて、1マイル1.6キロです。1600メーターです。500マイルということは、800キロ。800キロというのは、札幌からだったら、仙台あたりまで。東京からだったら、青森。 ま、北は青森、西は広島。ねえ。ああ、500マイルも、ふるさとからね、うん、離れてきてしまったのか、みたいなね。これがやたらと、その純粋な私にですね、今までの歌謡曲演歌とは違ったね、画期的な、 の音楽として、まあ夢中になりました。あ吉シにギターも教えてもらいました。このフォークブームが日本には1970年代に入ってきます。これが面白いんだけど、関東フォークと関西フォーク、 二つの流れで入ってきます。一つは、関東フォークは、森山良子さん、小室仁さん。なあ、これはね、コピー。なあ、500マイルも離れて、とかな、花はどこへ行った。そういう曲をコピーしながら、これがフォークなんですよってやってたのが、 まあ、森山さんや小室さん。一方、関西に入ったフォークは、まあ、高橋智也、そして、フォークの神様、と呼ばれた、岡林、信康によって、メッセージ色の強い、まあ、自分の思ったことをどんどん歌っていく、そういう、 シンガソングライターを輩出していきます。うん、俺は当時、やっぱり関西フォーク、岡林信康。ああ、いいな。ねえ。ところやよ。この岡林信康が全盛期の時にな、失踪するんだ。 ある日いなくなるんだ。あらおい、岡林どこ行っちゃったんだみたいなね。もうん、岡林の後は、一体誰が、ねこの関西フォーク、繋いでいくんだそんな時に出てきたのが、吉田拓郎と、香川亮。決着は、あっという間でした。吉田拓郎が、 結婚しようよという曲で大ヒットしていきます。一方、香川亮はコツコツといわゆる関西フォーク、メッセージ色の強い曲を歌い続けていました。自分はそんな香川亮が大好きでした。残念ながら亡くなって しまいましたけど、彼らしい、また自虐的なメッセージの入った、香川亮コスモス。松山チャルの、オンダレディオ。まあ、これらの曲を聴きながらですね、 まあ、松山少年は、まあ、中学、そして高校、まあ、バスケット一生懸命やりながら、ギターで、まあ、かがるような曲やなんかやりながら、うん、オリジナル曲も、作り始めるんだ。まあ、あのー、これ、STV ラジオを聞いてらっしゃる皆さんにだけ、が、お知らせなんですけどね。 1>, えー、1月25日、まあ私のデビューした記念の日でありますが、s t ラジオ開局60周年特別番組、アショロのスーパースター、松山千春、45年の時を超えて、なあ、これをあさって夜の9時から10時、 まあ流れますんで、ぜひとも、まあどんな形で、俺がね、フォークシンガーになっていったのかをじっくりと聞いていただければありがたいと思います。まあ自分は、高校を卒業して、まず、 車の免許が欲しかったんだよな。で、俺12月16日だろ ?18 歳なのが遅いもんな。で、俺のおじちゃんが北見で、なあ、クラブ、メゾンマヤとかね、えぇ、ー、テルカツとかいうね、料理屋をやってたんだ。そこに行って、なあ、それこそ、 クラブのボーイやったり、そこでストリップショーがあるから、照明、なあ,あ,あとレコードを回したり、いろんなことやってたなそんな時でも欠かさず、ギターを枕元に置いて、まあ一日仕事終わって、まあ夜中の一時か二時か、 帰ってきては、ボローンって弾いてたんだ。そんなことしてるうちに、1975年、これまだ私19歳なんですけど、全国フォーク音楽祭というのに出ることになりました。 まずは、帯広。ねえ。まあ我々、足城に住む人間にとっては、一番近い大きな町、帯広。で、フォーク音学祭の一時予選がありました。そん時に、まあ運命の人、武田健二さんと出会いました。俺は旅立ちを、 歌いました。そうすると、武田さんが、ああ、ギターが、せこいね。ちょっと待ってください。俺は、ギターの品評会に来たんじゃないですよ。俺の歌はどうだったんですかそんなところから、武田さんとの、まあ、因縁といえば、因縁 俺はそれで落ちたと思った。そしたら、次のステップ。北海道大会。なあ。いわゆる北海道大会をやって、そっから2組かな。全国大会、行けるんだよ。おー、これはいいな、みたいな感じでね。まあ、おかしかったなあ。あの時はね。 釜まさん、総合司祭、司会をやられててね。釜まやさんな。石川隆彦さん。なあ。あとゲストが、ダウンタウン、ブキウバンド、風、シグナル、チューリップ。そんな中でアマチュアの、松山チュアルは、頑張ったんですけどね。 武田さんと会った時に、旅立ち歌って、ギターのやりとりがあって、じゃあ松山くん、コピー曲、いわゆる、他の人の曲を歌ってくんないかと言われて、俺は当時、好きだった、かぐや姫、伊勢正像の、 22歳の別れを歌いました。 さて、今度は、STV ラジオだけでなく、全国の皆さんに、これは、春のコンサート、ねえ、スケジュールの発表です。春のコンサートは、4月の16日、土曜日、川口総合文化センター、リアメインホール、 川口からスタートですよ。えー、もうこの辺があるだろうナックファイブに気を使っているというところがね、よくわかると思いますけどね。そして、4月20日、新潟県民会館。22日が福島県、会津風河堂26日、レグザムホール、香川県民会館。 そして28日が広島文化学園 HBG ホール。5月に入って3日、長野県は須坂市文化会館メセナホール。これ須坂行くのは初めてです。そして新潟県上越文化会館。 5月12、13、東京国際フォーラム。5月23、24は、大阪国際会議場、グランキューブ。6月に入って、4日の日に、市民会館、シアーズホーム、夢ホーム、熊本市民会館。6月6日、 福岡、サンパレス。15日、仙台、サンプラザホール。17日、リンクステーションホール、青森。青森市、文化会館。そして、6月23、24が、名古屋、国際会議場、センチュリーホール。 6月28、29、地元、札幌市民ホール、金本ホール、2日間。以上、春のコンサート、やらせていただきます。ぜひ、機会があったら、会場に足を運んでいただければ、ありがたいと思います。 まあ今回は自分がどんな風にフォークスインーになってきたのかそういうところを聞いていただいてますがまあフォーク音楽祭にコンテストで出て自分まあ落ちましたねえまあ昭和50年だな ところが、その時、帰りがけに、武田さんが、うん、松山くん、よかったら、一緒に、ラジオの番組でもやりたいね。あュろへ帰る、俺に一言、声をかけてくれて、一年経って、連絡が来ました。松山くん、STV ラジオで、サンデー、 ジャンボスペシャルという番組があるんだ。その中で、千春の一人歌というコーナーを設けるんで、毎週2曲新曲を作ってきてくれないか。そう言われてですね、私頑張ってですね、毎週、あしろから2曲作って札幌出てきて、 まあ,あ日曜日の放送終わったら、うん、足裏へ戻ってそんな日々が続いてましたその年の10月にレコーディング武田さんが STB のまあ社長や副社長や常務やいろんな人たちにまあ口説き落としてというかまあ最後は じゃあ退職金を前借りさせてください。武田。お前そこまで言うのかじゃあ、松山はやれるんだな。まあきっと彼はやると思います。と言って、1月25日に旅立ちという曲でデビューすることになります。 6月25日に君のために作った歌というアルバムを出しました。8月8日、元の北海道厚生年金会館、初めてのコンサートをやらせていただきました。嬉しかったです。袖で聴いていてくれた 武田さんに幕が下りた瞬間、武田さん、俺を歌い切りましたよ。おお、よかった。いいコンサートだったとこれからも、ちゃんと皆さんにしっかり聴いてもらえるような歌を、頑張って歌っていくんだぞ。 それが8月8日ですから。その後、苫小牧とか、室蘭とか、帯広北見かなコンサート行って、8月27日、函館市民会館のコンサート。これは、久しぶりに、武田さんが、まあお前がどんなコンサートやってみる、な、やってるのか見てみたい。聞いてみたい。じゃ、一緒に行こう。 というんで、この STB 会館で待ち合わせをして一緒に岡玉空港から函館空港へ。ところが残念なことに、その8月27日、武田さんはこの世を去りました。 デビューして7ヶ月一緒に頑張って松山千春21歳武田健二さん36歳でした。 マのオンダメディオ武田さんが自分をこの世界に引っ張り上げてくれてまあ相当辛労もちろん STB ラジオのディレクターとして忙しい毎日を送られて。 まあそういうものが積み重なったんでしょう亡くなる27日前の日夜日本放送の方とお会いして日本放送から松山千春 オールナイトニッポン2部で使いたいんだけど武田さんはオーケーを出したそうですしかし武田さんは実は彼とは約束してることがあるんだ千るは まあ、レコードを出そうが、いろんなコンサートをやろうが、北海道を離れたくない。だから、東京へ行って、えー、芸能活動、音楽活動することはありませんから、オールナイトニッポン、やらせていただいて構いませんが、 札幌から最終便で行ってで始発で札幌に戻ってくるそんな形でもいいでしょうか日本放送の方はもうそれで結構ですやらせてくださいそんなことを俺に 伝えることなくまた武田さんに褒められたことはないんだな一体俺のうんどこがよかったのかうんどんなところに魅力を感じてくれてたのか 自分の、なあ、生涯の仕事、ラジオ局のディレクター、働いた、なあ、退職金の前借りしてでも、こいつのレコードを出してみたい。そんな魅力が、俺にあったのかどうか。 今でももう亡くなってから45年経ってますけど今でもそう思います春コンサート行きますが足を運んでくれたお客さんが武田さんでありまた父さんであったり母さんであったり えりこ、姉ちゃんであったり、去年亡くなった、あきひと、弟であったり、そんな思いで、ステージに立って、元気よく、歌っている、ことと思います。どうぞ皆さん、一週間、体調に、 気をつけられて、オミクロン株、感染力が強いみたいですけど、負けることなく、頑張ってください。1月25日は、松、ま、山町ある、デビューをした、日ですから、何もかも、この曲から、 始まりました。今回も最後まで聞いてくれてありがとうございます。松江町ある旅立ち。